メインさんと空城九太郎さんお願いします。どこ行く？気合い感一人追加していいですか？ここ以外どうしよう、ここら辺にしようかな。はい、すみません、1人追加となっている間に試合は始まってました。 1P 側がベインさんで、2P 側が空城九太郎さん。ベインさん今2勝で、パッツンさんも2勝なんで、これベインさん負けちゃうとちょっと厳しくなるのかな。ジャン CD しゃがみし、ジャンエン、あーでも今苦しんでないか、ラルフが押してるのか。しゃがみし、出しに空振りしてから通常投げ、ノーバンライトボムやぞ。1本目を取っていくな、ベインさん。さあ、貢献を出してくるって、上りジャンプリー、あれアルゼンチンかな。アルゼンチンを決めて、リードしていくベインさん。起き上がり、昇竜を警戒、しゃがみガードをしてました。昇竜弁天の終わり際、貢献を飛び越えて、しゃがみし、NG。ND と ND の差し合い。貢献を出してこいで、おっとここでエンディ、しゃがみり打撃が通る。貢献のガードして遠視、貢献のガード最後も遠視。さあベインさんがラルフを使いこなし、リーチをかけました。ドーキャラペンノーゲージは厳しい。上を取るのはまあベインさん、九太郎さんもしたため上の方の急降下爆弾パンチで対空っぽい動きをしましたね。ラルフキック先端当てをしたいところ、アルゼンチン打点が高く確定をして、さらに決め発動。さあ殺しきる方フェンダック、しかしガトリングアタックがフェンダンヒット。ダッシリー終わりは遠心、ジャシリーカウンターで画面端押し切りましたね。ベインさん では、リクルさんとパッツンさんお願いします。え、あ、本当？じゃあ先に違う試合をしましょう。あ、いや、違う試合できねえんですか。あと、ベインさんとリクルさんまだですね。じゃあこれ先やりましょうか。やりました？あ、やってるわ。ベインさんとパッツンさんか、ディグルさんとパッツンさんしかないから、これで待ちか。じゃあ仕方ない、ここはもうトイレタイムですよ。待つしかない。まあ一応ディグルさんを先にやってもらおうかなって感じです。寝坊なの、寝坊なの今日。書いた竹島誰なの？あ、そうなんですか。全然調べに入れちゃった。今ちょっと安定のトイレタイム中なんでしばらくお待ちください。あ、戻ってきた。あ、試合バッテンさんとではリクルさんお願いします。ワンピー側がリクルさん、ツーピー側がバッテンさん。バッテンさんこれ勝てばベインさんとの決定戦ですが、負けた場合ベインさんに勝ってじゃんけんやらないと抜けれないですね。シャーミーボディ、まずはファーストヒットはディグルさん。折り上げの空振りにもワンコンボ入れて、ダッシュから打撃投げ、おぼろ車、シャーミーでぼかして、マイビー。おお、折り上げ暴れ、シャーミー、ボディをガード、ボディで差し返し、キジ、おお、これワンコンボ入れたかった、ボディ2段目の終わり際に遠距離リーを当てていく。
が2番手で出てくるのはノーゲージのより。バップンさんとこれ今日が怒ってるってことなのかな。ジャンプし縦が高いか、エンディー鬼焼き暴れ、ゆりよりからワンコンボ行きたいが鬼焼き斬新禁止前へ、これ打ち込んでいくが歩いて投げるが、ちょっと投げを外して鬼焼き暴れ、斬新で割れてガードして鬼焼き暴れ、シャンシーコーディジャンプ D にガーキャン、エンジンの空振り、24秒割れが当たる形、鬼焼き空振り、シャンシーボディ立ち入りが漏れるが反撃を誘っといて禁止でぶくしました。取り返したのはバッテンさん、大車通るんで前にお願いします。シャンビュー、うまいな、こうした相手からの無視機、投げこれが通ってしゃがみさあ、ディグルさんリーチをかけました。パップンさんはもう後がない、ダイモン、しかしまあダイモンゲージ1本あればね殺しきれるか、エンディエンディうまい、一緒に飛んで電池、さあ地雷バグはできていないが、それでも画面足で追い込んだ、タッチ D は当たらないがガーギャン画面足、エンシーこれがちょうどとがめる形、エンディエンシー面白いようにエンシー当たるが、奈落から禁止、チャミーボディ溶かしてまだ画面足、レッドカード、エンシーカウンター、おお、ダッシュ D が出そうになってましたけどね、しゃがみ B でとがめられ、じゃあ大将戦最終ダイモン、あ最初のゲージが2本、エンシーこれを対空として使っていくバップケンさん、ジャンプ D シーマエガーキャンをして、ダイモンはゲージがベロになりました、しゃがみ C、キャンプライ1個でガード、しかし投げは通らない、スパーライフが追いついてきた、リエ立ち入り当たっちゃう、うわービビーシャミーおしゃれなことをやってるが、ちょっと安いんだ、さあバップンさん立ち入りか、電池でごまかした、さあ勝ったのはバップンさん、ではバップンさんとベインさんお願いします。これ勝った方がトーナメント進出ですね。ワンピー側がベインさん、ツーピー側がパップンさん、勝った方が、初心者ブロック代表としてジャパンブルーさんと1回戦のところの勝ち抜きですね。始まってました。前方に置いたのは今回クラーク。通常投げ。シャミリ。並ぶ。エンビ。エンディ。投げ。空中投げ使える。これはうまい。エンディ。エンディ。前転とがめられることできないがダメージももらっていない。ここで空中投げ通って。さあベインファが結構攻めたいように攻めてる感じですが、ここで鬼焼き体育できっちり流れを止めていく。表強側にはゲージがない、ここで1本溜まったが、これ虫切打たなくても死ぬライフかな、ボディボディファンダーはガードを貸して、ジャンプ D、ジャンプ D、ジャンプ D、最後は苦しそうでしょうこれって言いながらジャンプ D3 回振って終わりましたね。そしてラルフ強レッド、あーっと演習カウンター、これが痛い、うまい、しかし厳しいから毒味ファンダー当たって、奈落バーキャンが逆の位置、相手のガーキャンのキッチラはパワーで激ボディでダッシュを止めて3段決めていく、さあパップンさんの表強が止まらない感じ、すかし壊しからなでおろつなぎ、エンシーアルベンチジャンディエンシーシャミシー D ダッシュ禁止、おーっと D を飛び越えるもジャンプ D は当たらない、しかし投げが通って最後はアガミシー、しかしまあ8割減らしましたね。しゃがみ前 CC が裏を取って禁止からアルベンチン、ファーライフ分かんなくなってきた、ダッシー D が当たってジャンディークータイク BB 打点が高いんですよ、アルベンチンで割り込んでいく、しゃがみ D これ付き合わない、バックジャンプうまい、しかし闇払いをベンテンで抜けてアルベンチン、しゃがみ D ガード NC
ガルキック当たらないようにしてるが闇払いを飛び越えてさあベインさんが逆を手をかけました。ダイモンゲージがないタッシリ、このタッシリが魔法のようにリクルさんの試合とは当たってましたけれども、カップンさんのダイモンタッシリ、これベインさんに渡っていくのか。ジャンシリシャカミリうまいラルキック前転で抜かしていく、上を取って無理やり転じ、さああと遠心出ちゃった。ゲージ貯めるなら弱地雷神が一番溜まりますね。そして大将今度のテリーは表か裏か、ジャンディここに遠心当たって、うおうまいバイクエンディ遠心キャラキャラの相性か。これ苦しむめくってパーちゃん表逃げジャンプリが中断になって、ジャンシディジャンシディ面白いように飛び込んでいく、シャカシーパワーウェブゲイバー当てれる、なんで当てれんの。ジャンディ天地返し発動プレッシャーかけていく、うまいダッシュから2回ダッシュから大物、そしておっと禁止エンディボタン押しちゃいました。さあおめでとうございます、初心者ブロック抜けたのはパップンさん。ではトーナメントの方いきましょう。1回戦ブネさんと初級者マッツさんですね。ブネさんと、はい、ワンピープーピーだけ、ワンピーがこっちです。ワンピー側が初級者マッツさん、ボタン配置を確認して、今回から切り替えスイッチありますんで、しっかりボタン配置は自分に確認してください。初級者マックさんはロバート・リョーケンス、セビガ・ブネさんは何を取るの。シンゴ、タクマ、ラルフ、さあ何を持ってこのチームか。ロバート・シンゴが先鋒戦となりました。さあ初級者マップ、ズネを倒して一気に上級者マップまで行きたい。シャミディボディ、エンビー大車通るんで前にお願いします。シャミディ、おっと大きいね、おにゃき勝利当てて、シャミディ、ザンシーディ打撃投げ追い打ち目でさらに置きたね。シャミディ、ビービー、シャミディ、おお前の上からザンシーディ、ジャンシー、シャガミエ、エンシー、無理やり固めていく。シャガミディ、ボディ、エンディ。吐き出したいと、彼は。シャガミディ。走り、走り。前へ、後転で、ピュアない。ジャンシーディが立って。おぉ、エンディの下からシャガミディ。もう一度。さっき学んだことは、もう一回やりますよ、と。エンディ。ジャンビー、シャガミエ、エディ。シャガミディ。投げる、しゃがみ A、 C、 しゃがみ B にガーキャン、ガメ足、件数ゲージは入ってもガメ足に追い込んだ。これはこの距離を保ちたいのか。前日暴れ苦しい、 NBNB、 しゃがみ A、 NB、 しゃがみ D、 ジャンプ D にガーキャンをして、うまい出してくぐって、しゃがみ A、 D 前 A をして長距離の体育、前 B、 信号キックがめり込んで、しゃがみ A、 C、 NB、 またガメ足、ガーキャン、この画面足をキープしたい。しゃがみにガーキャン弁天、ここで難なく位置入れ替えて、信号キック、ダッシュから打撃投げ、最後はおぼろ車、リーチをかける船、この量は裏っぽい、ダッシュ、しゃがみし早出しでしゃがみしで対抗っていう、後剣が飛ぶ、弱で飛んでいくということは裏ですね。 BB 表示割り、ここにガン、クリティカルのためにもう一回ジャンシーディ発動していく。さあ相手にはゲージが1本あるがどうするつもりだ。しゃがみしが当たる、さあ勝利をしたらまずズネ、続きましてじゃあジョジョさんとたけしさん、はい、最初はグー、じゃんけんポン。
初はグー、最初はグー、じゃんけんポン、ワンピー、ツーピー、ワンピー、はい。じゃあたけしさん、ワンピー側、これ、愛媛勢っていう認識大丈夫ですね。愛媛勢、たけしさん、さあ、ワンピー側、たけしさん、今回初参加ですね、ありがとうございます。そしてツーピー側、言わずと知れた、ジョジョ、クラーク、はいはいはい、クラーク、ダイモン、浦谷城、よくいるチーム。そして両クリス・イオリ、何でしょう、イオリ珍しい、まあそうですね、硬いですからね、愛媛は硬いと、それ確かに、アルベンジブラッシュメルボーシャンビーにかけまして勝利、インディーを勝利で勝って歩いて投げる、これ外していくシャンシー、ちょっと勝利がシャンシーを入れたっぽかった、シャンシーが上を取った、カシュパシュガードしてシャンビービー、冒険が出る前にインディー、あれがキペイパーに、うわシャンビービーですね、キックそして2番手裏クリス、じゃあ間もなく徐々に2本クリス投げ、ジャンディーシー炎を打つ、さあジャンシーディーがカウンターのためにリーで追い打ち、前に逃がしたくない、イエスはないが、ジャンディーまとわりついていきたい、シャンビー対空歩いて投げに行く、ダッシュからじゃない、ローリングレードルバックに騎士、終わり際に2打目当てて、シアムイン AA からのアルゲンジーガーキャンポーテン、さあきっちりにジャンプしたけれども C が遠距離だったのが致命的か、フランケン、さあ面白はシャガシーの猛攻か、対象のよりゲージがない、怒ってるキャラ多いの、ゆっくり組む壁、これは分からなかった、シャガシーからの遠視、台車来ましたので前にお願いします、そしてダイモン、そうですよ、クズ風が6回ぐらい当たれば誰でも勝てますよ、多分死にますよね、6回は。クズ風が6回当てるだけの簡単なゲーム、ジャシリダッシュ、エンビー上を取る、しゃがみエンビー、さあジョジョライフ差もあるためにかなり強気にエンビーもいいのか、あっとエンディー、あージャンシーがカウンター、しかし上を取る、クズ壁ガキ押してまだ91本走り込む、ゲンブレイゲンブレイ、いいえここら辺硬い、上を取らせてもらえない、さあ冷静にジョジョ勝利、では0回戦最後の試合、2月9日は鈴木亜美の誕生日ってこと誰ですか、エルさんなんですか、2月9日鈴木亜美の誕生日って誰ですか、エルさんと10円子たちさんは試合中今いる、鈴木亜美の誕生日2月9日なんだ、いくつになるんですか鈴木亜美さんは、それは本当に29なんですか、あ本当に29なんだ、さあ 1B 側、今下ラバで話題の10円子たちさんモジャパーって書かれてた、で本人は思ってた、でも自分でそうだそしてプーピーがお久しぶりですね、エルさん、さあエルさんはベニマルタイムを裏しろ、最近は、あれ何でしたっけ、三刀デュエルの配信とかもエルファンやってたんですよね、そういうなんかこう、裏方的なところの仕事も光るエルファンですが、今回プレイヤーとして、しかし1回戦、
さらばで話題の10円プラチエンビジャンディエンビエンシエンシ青いバナエンビエンディエンビさあベニマルマズは綺麗に立ち回っていきたいがライフは込むうわなんか事故が起きましたけど、メンシー、闇払い、闇払い、ジャンプ D、B、エンディ、ショコミシー、ガギャン、10秒、クズカフェ、メンシー、あ、勝手にこかした感じなんですか、これは知らん、事故じゃないですか、パルプティックティッシュがぶちまけられてました。闇笑い闇笑いジャンプ空中ガードさあわずかながらイオリのライフが残っているのでダイモン側としてはつまらないダメージは取りたくない。闇笑い闇笑いエンビエンジャンプしてエンビモテ兄弟ダイモン。さあワンピー側10円育ちの表今日はゲージが3本ありますね。クーピーガンエルさんのゲージは1本しかないがここで2本目たまるかな。エンディ早出しエンディレッド怖い出しにボディへねじ込んでいきたい頭上対空地雷神おお出し禁止が落ちる前身にガギャンしてバックステップエンディガギャン並ぶで大外ごまかし地雷爆ではなく置き止めを選択逃げジャンプ D で読み上げ日さあ10円ポタチかなり苦戦をしているが対象キャラの表クリップあ裏クリップですかごめんなさい。フライディングフライディングさあ10円ポタチさんかなり慎重になってますね。あと2キャラでしかもダイモン5割以上あるっていうのは相当プレッシャーフライディングタイプをメインにしておりますがおっとジャンディめくり BB 前からの獅子を噛む突き奥歩いて投げて殺しきる。ジャンプ CD を空中ガードおーガーキャンカルブリさあこの時に確実にダメージを入れてきたかったしゃがみしい対空カウンタージャンプ D にガーキャンしてジャンプ CD 上 DC が当たって C 前ガードジャンプ CD 高出し DA 前オロチナギライブ差がかなり出てきました。発動してしかし裏社長飛投げ1回と何かか通常投げジャンディジャンディジャンディ走り込んでダッシュはしゃがみ CD 止められる最後置いてたジャンプ CD 勝利をしたのは10円ブラッチマン。